はい、おはようございます。深井村です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、育苗の管理ということで、根腐れを起こさない方がいいという理由をですね、お伝えしていきたいと思います。簡単な育苗の管理の仕方、根腐れをなぜ起こさない方がいいのか、またはですね、根腐れを起こした苗を定植できるのかできないのか、そういうところもですね、含めてお伝えをしていきたいと思います。まずですね、こちらにある新聞紙、この下にはですね、実はこのように今枝豆を、育苗しています。このようにね、新聞紙をかけてありますけど、今日はですね、この枝豆を、育苗するにあたってどういうふうにね、管理していったらいいのかっていうところも含めながらですね、根腐れを起こしてはいけない理由とか、そういうところについてお伝えをしていきたいと思います。苗作りが栽培をする上で一番大切になりますので、この根腐れを起こさないというところでですね、皆さんも今日の動画を最後まで聞いていただいて参考にしていただければと思います。でまずはですね、ちょっと新聞をね、どけてみます。でこのように枝豆は育苗管理というのがあってですね、一番最初にこの梅土の中に種まきを行ってから、水を与えた後はほぼ水を与えません。先ほど新聞を敷いてあったようにですね、こちらの方はですね、保温とか保湿、そして温度管理っていうのが必要になります。で温度管理については25度から30度ぐらいの温度管理を行って、発芽をするまでは新聞紙をかけておきます。発芽が見込めてですね、芽がぴょんと出てきた、目視で確認できたと同時にですね、すぐ新聞をどけてあげる。そうすることで徒長内を防ぐことによって、あとですね、水を与えすぎないということによって根腐れを防ぐことができます。枝豆の場合はちなみに本葉が出てきます。でその時に定植をするんですけど、この期間が非常に短いので、枝豆の栽培というのはですね、ちょっと難しいんですね。そこら辺のところ、時間に余裕がないとなかなかちょっとね、難しい栽培にはなったりもするんですけど、ではですね、根腐れをする理由とはどういうことなのかっていうね、そこの理由についてちょっとお伝えしていきたいと思います。先ほどこちらの枝豆は水を極力を与えないで育苗していくっていうふうにね、お伝えしたと思うんですけど、中にはですね、2日に1回、水まきをするとかね、水を与えて育苗を管理するとかあると思うんですけど、この水もですね、与えすぎると酸欠を起こして根腐れを起こします。またハウスの中の湿度がすごく高かったりですね、温度が高かったり、このようなことがあると根腐れを起こしやすくなります。特に水の与えすぎというのは根腐れを起こしやすくなりますので、水の管理というのが非常に重要になると。でちなみに根腐れを起こさない苗というのはどういう苗かっていうとですね、白く綺麗な、根っこ、こういう根っこがですね、元気で綺麗な根っこなんですけど、根腐れを起こした根っこというのはですね、大体この根っこの色がですね、真っ白ではなくて黒か茶色、または赤っぽい色、このような色をしているものはですね、根腐れを起こしています。ではですね、そのような根腐れを起こした苗を定植した方がいいのかどうなのかっていうことなんですけど、答えは定植しない方がいいです。これは絶対やめた方がいいです。これはなぜかということなんですけど、根っこについた、要は付着した悪い菌ですね、この悪い菌が先ほどの根腐れを起こす原因になってます。ですからこの根っこが根腐れを起こした苗をですね、定植をすると、その根っこについた悪い菌が畑の中に蔓延していく可能性、そういうリスクがあります。でこういうのを防ぐためにも、根腐れを起こした苗というのはですね、定植をしない方がいいんですね。その根腐れした苗をどうしても畑に定植してしまった、それが故に畑に蔓延してしまう、そういうことがもし起こってしまった場合はですね、これ実は大変なことが起こってしまうわけですね。畑の中の微生物の環境を変えなくてはいけません。要は蔓延していくってことはですね、その畑の中に悪い菌が広がってしまうというふうになります。植物を育てる上で、人間もそうなんですけど、大半の微生物は優良菌でいい菌なんですけど、先ほどの根腐れをしている、そこについている菌というのは実は悪い菌なわけですね。でこの悪い菌が畑の中に蔓延してしまうと、その畑自体が使えなくなります。要はですね、その畑を一度消毒するとか、
あとは有機物を畑に投入してあげる、または微生物資材を投入してあげる、そういうことをしてですね、畑の中の微生物環境を元に戻してあげる必要があるわけです。そのためにその間そこに定植した畑はですね、栽培ができなくなってしまう、そういうデメリットが起こってしまいますので、一番最初にこの育苗の管理っていうのがすごく大事になるというのがわかると思います。なので畑に根腐れした苗でもちょっとだからいいかな、植えちゃおうかな、そういうふうに思って植えたくなる気持ちもあると思うんですけど、そこはぐっとこらえて廃棄をしてください。で、それとですね、こちらの育苗ポット、このポットで例えば一つでもそういう苗があった場合、僕の場合はこのポットごと廃棄をします。これはこの中に先ほどの悪い菌が伝播している可能性があります。そういうことが、考えられるので、これはもう畑には定植をしませんよっていうふうになります。今日のお話をまとめるとですね、まずは育苗が一番大切、そのためには元気な苗を作ってください、育ててくださいっていうのが、大切です。根腐れを起こした苗は定植をしないでください。あとはですね、根腐れを起こした苗はポットごと廃棄をしてください。このようなことを心がけてみるといいと思います。ちなみに枝豆は春の種まきということで、この3月の下旬からだいたい5月上旬ぐらいまでの間に種まきを行います。まあ、先ほど言ったように水を極力与えない、極力与えないで栽培するのがポイントになります。新聞紙をかけて保温、保湿、温度管理を行います。25度から30度、そこら辺の管理をしっかりと行ってですね、発芽が見込めてきたら新聞を解ける、外してあげる、その後は本葉が出てきたら定植をする、その後はですね、だいたい100日前後ぐらいで収穫に持っていくことができます。まあ、ちなみに栽培をするときにですね、枝豆の場合は非常に虫に食べられやすいっていう、そういう特徴もあります。ですから僕の場合は防虫ネット、寒冷舎、そういうものをかけてですね、収穫までは放置をします。追肥も行いません、摘心も行いません。そういう管理を行って、枝豆というのを収穫まで持っていくようになります。まあ、他にもですね、枝豆を栽培されている方、やり方、方法たくさんあると思いますけど、今日はですね、根腐れが起こる理由とその育苗の管理、そういったところをですね、お伝えさせていただきました。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。